お宝求めて大冒険な RTA。始まるよ。今回はこちらの横スクロール2Dアクションゲーの100英雄伝ライシングをやっていきとうございます。それでは初めからを選択しまして、この後にセーブが初期化完了のメッセージ送りをしたらタイマースタートです。はい、用意スタート。イベントは全編キャンセルだ。長いからね。すごいね。物語はお宝を求めて、とある村へと赴いた主人公の CJ ちゃん。ごついと影のおっさんが盗賊に襲われているところにバッティングしたため参戦いたしました。ここは無敵なのでガンフリで速攻処理です。盗賊くん棒立ちの6ヒット処理できたのはラッキーパターンでしたね。反撃されると2秒ほど持っていかれます。盗賊を無事撃退し、たどり着いたその先は、なんかもういろいろ倒壊してて廃墟とか仕掛けている寂れた村でした。ここニューネバーは、少し前に大地震が起こりとんでもない被害を受けてしまったそうな。ただ地震によって遺跡が発見されたそうで、お宝目当てで冒険者さんなどが集まっております。彼女は町長代理の医者ちゃんです。遺跡に入りたかったら10万円払えと吹っかけられました。ちょっと作中の貨幣価値がいまいちわかりづらいので何とも言及しづらいのですが、トロコンして最強まで育て上げた状態で10万円貯まってるかなってぐらいの価格です。ボリスギー。で、払えないなら。30分で5万。のいい仕事紹介してやるよってことで困ってる住民のお願いを聞いてスタンプ帳を埋めてきたら考えてやるよとのことでした。やあ坊や、前掛けずらしてもいいかい？少女の猫を探してというクエストで、この少年が猫の尻尾を引っ張ったら逃げていった、と証言をもらったので追いかけていきましょう。少女の気を引きたくていたずらしちゃったんですね。でも動物をいじめるのは、やめようね。ちなみに後半では改心して、普通にプレゼントをあげようとしてました。微笑ましいですね。そんなわけで大森林へとやってきたのだ。基本的に移動はこのようにダッシュとジャンプを組み合わせた歩法を行います。歩法。ダッシュ後には硬直時間が発生するためそこをジャンプでキャンセルして進むわけです。猫ちゃんを発見しました。かわいい。もう逃げるんじゃないぞ。猫関連のクエストはもう登場しません。どうして？こんな感じで住民たちのお悩みを解消し上部にあるスタンプ帳を埋めていくんですね。要するにクエストゲーですね。本編で達成できるクエストは100ほどありまして、本編クリア後にはさらに100ほど増えてました。いくらなんでも増やしすぎ。本 RTA では必要最低限のクエスト数を狙って行動していきます。少女プリアちゃんに困ってる人がいないか尋ねると、彼女のお父さんが何やら困っているんだとか、しょうがねえなぁ、俺が助けてやるか。ここは居住区です。昔からニューネバーに住んでいる人たちがいる場所です。お父上にお話を伺うと、家を修理するための木材がないんだとか、周りに生い茂っとるやんけ。まあ建築資材ってまっすぐに育てられた専用の資材じゃないと使えないから、すぐ取ってくるってのはなかなか難しいものがありますよね。一旦居住区奥をブックマークしておいてから大森林へとワープします。本作では街中ならどこでもワープが可能になってます。そのため居住区奥をあそこで出しておきました。プリアの父ちゃんがネス君から斧をもらったので伐採ができるようになりました。おーのー、敵に当たるとノックバックが発生し、それだけでロスになりますので、できるだけ避けていきましょう。回復アイテムも限られているので、非ダメージもバカになりません。資源オブジェクトはダンジョンごとに設置されてます。ここ大森林には、木材と石材です。通りすがりに採集していきましょう。このマップで取れる木材を全部集めたので入り口まで引き返しましょう。次のマップに行こうとしてもこんなこと言われて先に進ませてもらえませんので注意です。あとは戻るだけなので倍速倍速。ここは居住区奥を選択してから引き返します。こうすることで居住区の奥側から出られます。移動してきたマップによって出てくる場所が変わってくるので、このテクニックは非常に重要ですね。このクエスト完了画面がいちいち長いんですよね。あとメインミッションの切り替わりのやつも、通常プレイだとそこまで気にならないのですけど、RTA してると何度も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 見続けるためイライラしちゃう。チャートが結構煩雑なので確認やら一息つくのにちょうどいい時間といえば悪くもないのかな。とっちゃまに他に困ってる人いない？って聞いてみると、うちの親父が困ってるんだと教えてもらいました。家族の紹介かな？じいちゃん曰く、町のシンボルであった時計塔の修理がままならないので巨木の枝を取ってきてくれとのこと。一番でかい木から取ってこいって話ですが、それ女の子一人で運べるものなんですかね？あ、一度通ったところなどは倍速かけていきますね。道中も当然の権利として素材集めをしながら移動していきましょう。中盤後半と前編通して物資不足に悩まされてしまいます。大森林の洞窟です。
ここからは壺や箱といったオブジェクトが登場します。別段必須アイテムはありませんが、小銭や高めの換金アイテムがレアドロップします。むむ、強制バトルが勃発です。ダンジョン内の特定の場所ではこのように全ての敵を倒す強制戦闘が発生します。出てくる敵も何パターンか存在しており、戦闘自体も発生したりしなかったりします。要するに強制戦闘が発生すること自体がロスと言えなくもないのですが、必要な素材を集められるのでありがたい面もありますね。ここで意識して集めておきたいのはガーゴイル君が落とす翼です。後で12個必要になるので、移動しながらも何個持っているのか覚えておきましょう。ここで2匹まとめて倒せるので、必ず倒してアイテムドロップ確認します。この花の被弾は致し方なし、使えなかっただけ良しとしましょう。無被弾がなかなか難しい上にかなりタフなので、倒すのもロスなんですよね。ケモド高めの人がいますね。やはりあれくらいケモド高い方が色々とはかどりますよね。耳と尻尾があるだけの獣人とか舐めてんのかと。ただのコスプレだろうがと。せっかく獣の属性を付与させるんだから、もっと個性を尊重しないといけませんよね。全身毛がふさふさだったりとかさ、動くものをつい追いかけてしまうとかさ、肉食動物が元になってるなら正面に対しては視力がやたら強いけど視野が狭いとかさ、ただのコスプレ人間には用がないんだよなとか、なんとか言ってる合間に大森林で一番大きな木にたどり着きました。君はウィスピーうっつくんじゃないか。ちょっと凶暴化してますね。ここから一部のボスや敵にシールド持ちが出現します。まずはシールドを削り切らないと攻撃が通りません。初期1に根っこを生やしてくるまで待ってから突っ込んで4発殴ってシールドを潰します。すると土の中から本体が出てくるので、4発殴ってかわして追撃を入れましょう。根っこが邪魔で土の部分に届かないが、上の方にも実は被弾判定があるので、ジャンプ切りで2発削ってから土にも2発、あとは出てきた本体を殴ったらフィニッシュです。楽勝でしたね。初回だけルーンのかけらをドロップします。あとはボス泥の巨大な木材を一つゲット。ダンジョン内ではこの道しるべからファストトラベルができます。入り口に戻って収穫物をチェック。ガーゴイルの翼が5個なので覚えておきましょう。おいゴラジジイ、一番大きい木が襲ってきたぞゴラーと文句を言いに戻ってきたカール・ジョンソン。ところがシバジーも巨木の魔物かにびっくり。詳しく話そうとするところに強調図が横入りしてきて、街の復興を手伝ってねという展開になりました。本作のメインコンテンツの一つがこの街の復興です。クエストを進行していくと、新しい施設が建てられて、新しい品物が入荷されていくなどして、どんどんと復興していきます。通常プレイならばできるクエストを手当たり次第にクリアしていけば、どんどん強化もできていくので、何も考えずに進めていけますが、これは一応 RTA なので、どのクエストをどれだけ進行していくかを考えないといけません。まあ先駆者兄貴のチャート丸パクリしたんですけどね。最初走者誰もいないと思って、最初からデータ集めしながらやり始めまして、お試しの投資プレイで3時間オーバーの記録を叩き出しました。おっと、宿屋予定に着きましたね。まずは酒場と宿屋を建築してもらいます。やはり食と銃が最優先ですから。食というか酒ってのが冒険者っぽくていいですね。最速で行くなら巨木の森から引き返すのが良いですが、今回は森の洞窟から進んでいくことにします。もちろんお目当ては素材採取です。とにかく金が欲しいわけです。ガーゴイルの翼も獲得チャンスが増えるので、こっちルートを選択しましたが、よく考えると木材2個しか増えないんで、巨木の森スタートの方が良いかも。まずは軽い木材をゲット。この少し先に重い石材も同様に落ちてます。これですね。やっぱり奥から引き返して、木材が欲しかったらもう少し進んで回収ってした方が良さそうですね。ちょっと比較検討してみますか。木材取りに行っても10秒ほど引き返した方が早いっすね。チャートにちゃんと書いておきましょう。酒屋と宿屋予定地で依頼品を受け渡しに参りました。するとこんな感じで、どこからともなくエプロン姿のおっさんが一人でチンポを立ててくれます。というわけで酒場と宿屋が完成しました。これで冒険者さんたちの食事問題と寝床が解決です。食材は無限に湧いてくるし、宿屋もきっと空間拡張とかそういう謎技術が使われているでしょう。酒場では料理を提供してもらえます。最初は開発段階で素材の持ち込みが必要で、一度完成してしまえば、あとはお金を払えば食べさせてもらえます。料理は食べるとエッジポイント回復プラスステータスの上昇効果です。
これは永続効果なので食えば食うほど強くなりますね。退職感が最強の世界なのだ。なおホノ RTA では食ってる時間もお金の余裕もありませんので、一度も食べることは通常プレイでもそんなにドーピングすることはないと思います。だって装備の強化をすればどんどん強くなるから。敵もそこまで強くないですし、おっしスタンプ貯めるの楽しいなぁと、スタンプ中毒になりかけていたカール・ジョンソンですが、スタンプ帳の残りが大量にあることに気づき、全部押してもらってたらいつまで経っても遺跡潜りできないじゃないかと真実にたどり着いてしまいました。町長代理にクレームをつけに行くと、別に全部押す必要はないと採掘許可証を気前よく渡してくれましたとさ。これ半分くらい詐欺じゃないの？契約でダンジョン内で取れたものすべてに3割の税金が課されてしまいましたが、そんなわけで採掘場へとやってきたのですが、突然の落石により進めなくなってしまった上に、曰くだけないかと切りつけたら歯が欠けてしまい武器を失ってしまいました。何やってんだよ。解決の糸口を求めてよそ者横丁へ戻ってきたら、たまたま鍛冶屋を開きたい人が依頼をしてきました。当然の帰結ってやつだ。鍛冶屋のタータラ君は重要人物です。ストーリー上でも絡むのは酒場宿や鍛冶屋の三英傑。まあ中世っぽい世界だと鍛冶屋って重要ポジだし、多少はね。鍛冶屋は武器防具だけじゃなくて生活用具全般や農機具やらインフラ部品などなど多岐にわたって一手に引き受ける超絶エリート階級ですもんね。そこらのただのおっさんじゃないんですよ。鉄がないから鉄鉱石掘ってこいとツルハシを渡されました。これ女の子が一人で運べるものなんですかね。ここから超重要アイテムである鉄鉱石掘りが始まります。定休素材は確定ドロップなので管理は楽々ちんちんですね。採掘場入り口から5個取れるので覚えておきましょう。ちなみに採掘場にいるガーゴイル君は石の翼をドロップします。石の翼は9個必要になりますので、何個持っているかちゃんと数えながら進行しましょうね。鉄鉱石は確か45個だったかな。こちらは確定ドロップなので覚えなくても良いです。多分最終物は全て固定配置されているので、ルートを固定化しておけば取れる数も固定化されます。ただしダッシュ移動で即座に動いてしまうと回収できなくなるので注意ですぞ。鍛冶屋が改良されると武器強化が解禁されます。そしてここで真の仲間ガルー君が加入です。カンガルーのガルー君ですね。ガルー君の代剣で道を塞いでいる大岩を粉砕することができるようになります。また戦闘の幅が広がるので仲間の存在はとてもありがたいです。ハココン信者なのでハココンでの説明になりますが、 CJ の操作は X ボタンで、ガルーの操作が Y ボタンです。対象のボタンを押すとそのキャラが出てきて攻撃を行います。バルキリープロファイルをイメージしてもらえるといいですね。まさにあんな感じ。この戦闘が楽しいんですよね。 CJ の攻撃直後にガルーで攻撃を行うとリンクアタックが発生し、瞬時に連続攻撃が繰り出されます。あ、ガルーが加入したらまずは素材回収を行います。大森林の洞窟から左右の石材と翼集めですね。皆さん覚えてますか？ガーゴイルの翼は12個必要です。今何個だっけ？翼9個って口ずさみながらやってました。ここの石材も重要アイテムです。というか最終アイテム全部必須です。敵はできる限り無視するので、武器の強化をロスなく行える範囲で最大までしておきたいんですよね。火力が足りなさすぎる。通常プレイであれば加速するインフレでゴリゴリ押し込んでいくので、プレイ感が全く異なるので何度も楽しめますね。ミナモ RTA、しよう。ひとまず回収を終えてメインクエストを進めます。真の仲間がルー君を加え入れていた大岩を破壊せんと採掘場へと乗り込んだものの、謎の魔法少女に盗賊と間違えられて攻撃を受けた折にまたもや落石が発生し、坑道が封鎖されてしまった。とりあえず修復用に事前に集めておいた石材を提供してから復旧を待つ間に装備強化に赴きましょう。まずはこちらのベルトラン君、武器屋です。町長代理に改良許可をもらってきてほしいとのこと。イーシャちゃんは居住区奥の自宅にいます。町長代理からおいっすよと返事を得たら、よそ者横丁にトンボ帰りし、ベルトラン君に伝えてあげましょう。ベルトラン君、実は商人キャラの中では一番頑張りがされているキャラだと思います。発言がくどくて、いちいち会話が長すぎるから常にキャンセルされたりとか、過去に剣闘士として人は辞めていて、その弟が敵討ちに来たりとか。おっと、武器屋ができましたね。カール・ジョンソンの装備をランクアップしておきましょう。ガーゴイルの翼3個を生贄に捧げて武器強化だぜ。武器をランクアップすると命名イベントが発生します。せっかくなんで可愛い名前でもつけときましょうか。ホモとかホヨとかそんな下品な単語はありませんから、もっと素直な気持ちでもって名前をつけましょうね。
名前を付ける意味は特に。ナイス。ガルー君の武器強化もし、ナイス。ガルーの強化素材に必要なオーガの角は進行上1個しか取れないからガルーに回せないんですよね。武器屋を改良したらすぐ横にいる女の子とおしゃべりして次の素材採取に向かいましょう。塗料を取ってきてとのお願いです。塗料は大森林の未到達エリアにあります。まずは当然の権利として石材集めからスタートです。本当に石材が足りないんです。許して、おっと、ガーゴイル君はもうスルーですね。12個ちゃんと数えてました。偉いぞ。ここで大岩破壊のチュートリアルです。ガルーで攻撃すると岩が壊れるぞ。この芋虫っぽいのはスルーです。素材もいりません。ここの水晶は必須です。絶対取ります。2往復分の10個あれば OK なので後でもう1回寄りましょう。ここから右下方面に進軍します。左下はまだ行けません。宝箱一瞬取り忘れてたけど言わなきゃバレへんか。力の高レベル1を手に入れました。インスタントなブーストアイテムですね。レベル1は 10% 攻撃力アップで持続時間は5分間です。ここの宝箱には会心の高レベル1が入ってますが特にいらないので、会心の高はクリティカル率がアップします。クリティカルは非常に強力なんですけど序盤でかつ装備でのブーストもなし状態だと狙って出すものでもないので誤差だよ誤差。中ボスのヘルハウンド戦です。適当に殴ってれば勝てます。ここで狼系の行動パターンを把握しておくと後半で戦闘になった時に楽になれますね。普通に攻撃食らってたんで覚えてないですねクオレハ。この紫色に輝くドロップがレアアイテムです。結構高く売れるんでお得なんすよ。宝箱に塗料が入ってるので拝借したら帰りましょう。ちょっと借りるだけだ。移動はダッシュジャンプをやりましょうね。武器の強化を行ったおかげで通常4連撃のジャンプ2連撃ができるようになりました。初期状態だと通常が2連撃、ジャンプ中は攻撃1回だけという贅沢なので武器のランクアップは必須なのがお分かりいただけるでしょう。フリーダちゃんに塗料をお届け。いつもの大工のおっさん、これで防具屋も完成です。ビジュアルにこだわりを持つ彼女ですが、性能も折り紙付きなのでご安心ください。それでは早速ランクアップしてみましょう。ガルーお前の分はねえから。すまんなこれ一人用なんだ。防具をランクアップしたおかげで2段ジャンプができるようになりました。防具はランクアップすると主に移動や防御面での新たな能力を獲得できます。お次はここでロベルト君の依頼を受けます。このお薬飲んでから街を一周してくれたらスタンプあげるよ、という謎の依頼です。いぶかしげに試案する CJ でしたがスタンプがもらえるという甘い言葉にうっかり乗せられてしまいます。CJ にはスタンプ。なるほどね。街を一周ってことですが別にファストトラベル使っても問題ありません。優しいなぁ。どうやら冒険者各位が増えすぎたようで、新たによそ者横丁2番街が作られたようです。ここが通称2番街ですか。へえいろんなお店があるんですねー。無事町内一周マラソンを終えてロベルト君の元へ戻ってまいりました。彼はお薬屋さんだそうで、自作の元気の出るドリンクを飲んで走ってもらったおかげで宣伝になったんだとか。これでお薬屋さんが開店したので今後はここで購入が可能になります。料理と同じで最初に材料持ち込みで調合してもらい次回からは持ち込みで割引か正規料金で買うか、のどちらかで回復アイテムかバフアイテムが購入可能になります。そして次なるターゲットは、フェリペ君をスルーしてるネ君です。ルネ君は質屋さんですね。アイテム類全般を換金してくれるのはここだけです。そしてオープニングから登場していた方眼君です。彼は物々交換をしてくれる重要商人です。二人から依頼を受けたら一旦自宅に戻ってメインストーリーを進めます。ここでよそ者の顔役である極東君から下手人のメロールちゃんを捕まえて連れてきてほしい、という依頼を受けます。極東君くっそ悪人面してて、最後の方で絶対裏切りそうな感じなのにめっちゃ良い人。居住区奥へ移動してルネ君のクエストアイテムを回収します。100円ぴったりの換金物を持ってきたら、という難題に対して100円そのものを渡すトンチメイタクエストでした。それでは改めまして採掘場の奥へと進んでまいりましょう。とにかく鉄鉱石が大量に必要になるので移動の際は必ず取りながら進もうね。ここはあえて上の壺2つを割るルートを採用しました。壺を多めに割ることでレアドロップを狙い換金の数を減らす時短が狙いです。レアドロップは出てましたか？ここはよく強制戦闘が発生する場所ですね。黄色スライム君は岩石を飛ばしてくるのでガルーで打ち返してあげましょう。今壊した木水晶が6個、スライムジェリー木が4個必要になります。特別集めなくても移動中にパパパッとやってればよほど運が悪くない限りは集まってますね。やはり石の翼が集まりにくいです。採掘場でガーゴイル君を倒しやすいシーンが強制戦闘でしか出なくて他の場面だと急ぐあまりスルーしがちです。
なのでしっかりと個数を数えながら移動しましょうね。ちなみにガルーの装備はほぼ強化しません。最初に武器を2回プラスしただけで終了です。もちろん強化した方が殲滅力も上がってその分速くなるわけなんですが、やはり素材の回収がネックになるんですよね。ガルー強化で回収に費やした時間をペイできるかってなるとまさなお微妙なところです。ここの黄色いスライムさん連星はガルーで岩弾をまとめて弾き返してからリンクアタックでまとめて一掃できるとスタイリッシュで格好良いですね。失敗しましたけども、左は無視して2段ジャンプで右に上り箱を壊さずに2段ジャンプでギリギリ上に届きます。ここでアクセサリーを回収。換金用です。流れるように箱を壊してから開門します。換金行為を1回で終わらせるためにできるだけ金策に励みましょう。平地はダッシュジャンプで抜け目なく移動。ここでメロールちゃんと合流します。石の翼が5個でスライム機が3個取れてますね。順調そうなのでこれなら特に問題なさそうです。それでは下手人を親分のところへ連行しましょう。メロールちゃん、魔法少女はこういうものだって適当に言ってたらホイホイ騙されそうで心配。 CJ もスタンプあげるって言えば何でもしてくれそう。薄い本が熱くなりそうですね。鉄鉱石をがっつり採掘してきたので嬉しい。恥ずかしい。ショコラガキタイム。現状での最大値まで上げておきましょう。ほらガルー見ろよ見ろよ。2回も上げてもらって嬉しいだろう。この後のボス戦を確実に勝つためにガルーも強化しました。さらに強化は続くよ。どこまでも今から絶対しましょうよ。これが宿屋の効果です。宿の風呂に浸かることでステータスを上昇させることができます。その効果は自宅で寝るまで持続します。つまり家にはもう帰らない RTA では永続効果だな。力こそパワー。というわけで攻撃力が 5% 上がる風呂に入りました。 RTA では攻撃アップ一択ですね。それならもっと早くに風呂入ればいいじゃのいこと思いになる方もいるかもしれませんが、実は極東からメロール捜索の依頼を受けた時に自宅で就寝したことになっています。だからあのタイミングで風呂に入る必要があったのですね。いろいろアイテム採集しながら戻ってきました。採掘場は最初の3つとシルベまでが遠いんですよね。強制戦闘場所も2つあるからロスいんですよね。ただ強制戦闘は一度のダンジョン探索で1回しか発生しないかも。確かめてないけど。あ、スライムさん連星は2段ジャンプでスルーしました。コージェリーはもう手に入れたからね。しょうがないね。ここ地味に忘れがちな難関ポイント、CJ でゴリ押しするとボッコボコにされるので必ずガルーで打ち返しからのリンクアタックでサクッと葬ってから進みましょう。そこの宝箱はまだ取れないのでスルースルー。 RTA ではそもそも取りに来ませんけどね。ここは確定発生する強制戦闘です。シールド持ちが2体出てくるのでガルーの出番です。でかい岩を破壊したり飛んでくるのを弾き返したりシールドを崩したりするのはガルーの仕事。 CJ ちゃんは女の子だからね。力仕事なんて無理無理無理。ナイトハルト、ここ個人的に苦手ポイント。3中央にダッシュ抜けの反転して被弾ノックバックでスライムの後ろに出るのが早いっぽいんですが、全然できなかったんでガルーで打ち返しからの安定チャートでお届けしております。言うほど安定してましたか。理想パターンはガルー一発打ち返したらすぐに CJ にチェンジしてダッシュで抜けるでした。これがなかなか難しいねんな。今回はガルー一撃直後に綿毛っぽいのに被弾、そのままさらに2回攻撃したせいで敵の攻撃事例が間に合ってしまって追撃を受けた形でした。ガバガバだな。この後のおミスならお釣りが来るので続行です。ここでポーションを拾っておきます。回復アイテムがカツカツやねんな。大森林で拾っておいた力の高レベル1を使用します。強化と風呂と香りの全部乗せでギリギリなのだ。採掘場のボス、鉱石ゴーレム君オスオス。ウルトラマンで出てきそうな見た目してんなお前。鉱石ゴーレム君は CJ でのゴリ押しができません。ここでのメインユニットはガルーです。岩石をたびたび飛ばしてくるので弾き返しリンクアタックでシールドを消し飛ばします。すると弱点をむき出しでダウン状態になるので CJ4 回、ガルー2回、CJ4 回、ガルー2回と繰り返すと再び起き上がる前に倒しきれます。現状の強化とバフモリモリで時間的にもギリッギリでワンセットで仕留めきれるってとこです。力の香り抜きでやってみたら倒しきれませんでした。採掘ゴーレム君はとにかく行動がとろくて、とんでもない時間泥棒なので早期撃破は必須なのです。ここで守りの指輪を回収します。これも換金用ですね。装備品はなかなか高値で売れるのがグッドだがははなお壺からのレアドロップの方が高い模様。壺や箱からレアドロップがワンサか出るなら装備品スルーのゴーンチャートができますね。妖怪レンズ置いて毛が現れた。CJ で殴ってからガルー CJ のリンクアタックで一掃できます。うっ、面白い。
盗賊を撃退したと思ったら、魔導弾という希少な武器で入り口を崩されてしまった一行。盗賊がなんであんな兵器持っているんだといぶかしみつつ、まずは脱出が最優先だと奥に進むことにしました。採掘場の奥には謎の遺跡が広がっていました。ここが冒険者さんたちの視線上ですね。ここからスライムどもの脅威度が増し増しになります。青スライムくんは広範囲電気バリアで完全状態へ。ひどくて惑ってましたが、こうやって抜けるのが正解ですね。謎の石柱を発見しました。どうやら開いている穴にレンズを差し込むと一本道パズルができるようです。楽しいね。石柱を起動させると、特定の石柱間で転移が可能になる超技術装置でした。以後はこの石柱メンヒルを使っての場面移動が行われます。メンヒルは7本あるので7回パズルが楽しめますね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。